はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリビジです。では今回は信長大坊大使パーキット斉藤義達でのプレイ、もうすでにね、義達は前回死んでしまって達沖に変わっているんですが、斉藤家のプレイ続けていきたいと思います。で、実はですね、あの後さらに包囲網を拡大されてしまって、もう手も足も出ないという状態になってしまったこともあり、少しタイムリープさせていただいて、先にですね、包囲網の大きな一角を占めていた朝倉、これをね、滅ぼす戦いを進めていますというところで、まあ、年月はね、同じところまで時間を進めましたので、ここから再開していきたいと思います。今お話した通り、まずは朝倉を潰して本願寺、そして将軍家とね、戦いを進めていきたいと思います。では早速時間を進めていきます。一条谷を一気に攻略せしめる。一条谷はね、なかなか強力な城なので、厳しいといえば厳しいけどね。旗野から神獣の申し入れ、これは受け入れよう。ありがたい。あとは金がなさすぎるという話か。それに一条谷を攻略するには少し兵の数が足りていないかな。秀吉がちょっと兵が足りてなさそうだな。うまく本願寺と武田をぶつけることができているので、このまま機運上攻めで雷連と正影がぶつかってくれればいいけどね。その前に機運上が落ちそうですね。どうする、一条谷に増援を出すかどうか、ちょっと悩ましいところだな。まずは進出しておきたいけど、金がない系かな。金がある、ギリギリだな。金がなさすぎるな。どうする、一条谷に増援を出すかどうか。いやー、出した方が良さそうだな。ここで確実に息の根を止めておきたいからね。とはいえ大軍を動かすだけの金はないとなれば、兵3300を増援で出しますか。もうちょっと欲しいな。が近くにない。であれば一徹大垣城の千世山から2000の兵をかき集めて、合計5900、まあ、6000あればなんとか一条谷に落とせるかな。我が覚悟お見せしよう。で、誰に対して。来たよ、早いよ。再びここで包囲網が来たか。朝倉をここで早々に潰す。機運城は武田が落とした。雨小路が滅びました。よし、一条谷に落とした。終わりか、口ほどにもないの。これは大きいな。全員投用する。いや、朝倉の一門衆は処刑かな。吉影は吉影含め朝倉の名を持つ者は全員処刑だ。どうせ寝返るだろお前ら。全員処刑する。無念。義達、達沖率いる6000は騎乗させよう。これで敵は本願寺、それと朝倉将軍家朝倉将軍家じゃないね、足利将軍家に絞り込めたので、少しは戦いやすくなるかな。持瀬山、武部山、この辺りが少し危ないので早々に、対応していきましょう。兵糧が入ってくるまでまだまだ時間かかるからね。では同盟と武将の配置を行っていきます。ご命令を。まずは同盟、旗野は
侵入してきてね。筒井に関しては同盟の締結。は。六角は同盟の延長。は。信玄とも婚姻を結んで会い、菊姫をもらい受けましょう。は。さらに稲川とは同盟の延長。は。これで周りの大名たちとの結束を高めていきましょう。将軍家にね、戦う挑むにはこれくらいの対応が必要です。で、続いて武将の配置を行います。朝倉を滅ぼしたことによって一気に城が増えてますので、各拠点に武将を入れていきます。ちょっとここは何も考えずにドカドカっと入れていっちゃいますね。はい。ではね、武将の配置を行いましたので、これから、まあ、対、本願寺、そして将軍打倒、倒幕の戦いをね、ちょっと視野に入れていきましょうか。そうなると、先に本願寺を潰しておきたいかな。お山ごぼうさえ潰せば、とりあえず、北陸方面のね、本願寺軍は潰せると思うので、この小山御坊まで、大聖寺から小山御坊まで一気に攻略を進めましょう。で、その間、前線になる武部山、野千世山、清水山、この三つの城に対しては、早めに回収して防御力を高めておきましょう。まあ、櫓かな。基本の櫓を増援しておきます。これで金がなくなった。いや、金が本当にないな。で、並行して9月、収穫の時期まで待ったら長島を攻めて、こっからも本願寺勢を一掃する。それでいきましょう。そして将軍家に刃を向けていく。これでいきましょうかね。では時間を進めます。まずは兵糧が入ってくるまで耐える。我が妻、やはり天下無二のものですね。国州将兵か。これも結構きついんだよね。我が領内に大聖寺から4100の兵か。これは迎え撃って一気に大聖寺を取る好機かもしれないな。勝家6200を出しましょう。進むぞ。兵糧も持つだろう、これなら。今は待て。勝家と雷電の戦い、これも見ものですけどね。完勝だ。そしたら一気に大聖寺に攻め込みましょう。雷電を捕らえ、小山御坊まで攻め込むには少し数が足りないかな。お、三好長慶の話だ。これはちょっとじゃあ見ていきましょう。ちょうどキリンが来るのね。松永久秀がいい感じのキャラクターしてるんですよね。さて、では
勝家に報告いたします。このままこれより表情を行う。大商事を攻めさせましょう。で、軍事も欲しいんですけど、今農業と商業が欲しいかな。とにかくお金と米、これを早急に手に入れていきましょう。これにて表情を終え。米が欲しいぞ。あと商業も欲しい。投資じゃないんだよな。まあ、独占主義にして後々のために使っておきますか。しょうがない。今すぐ金が欲しいですからね。後々っていうより。さあ、残った810円をどう使うか。投資に使う。少しでも、この先の金になるものに。で、兵糧も欲しいので。取引を行いましょう。この先のね、兵糧を見据えた運営も確認しておきました。野地瀬山、清水山、この辺りにもそうだな、設備増援しておく。狭間を建てよう。で、その間に大正寺攻めですね。仏伐敵面、仏伐敵面も結構効いてくるんだよね。朝倉山で兵が減るっていうのも痛いわ。我が領内に敵が迫っております。一色ごときが1600の兵でこちらに攻め寄せてくると、これは救援を出しましょう。武部山の1030だといかにも少ない。秀吉を出します。すれば弓木城を落として息の止めるでもいいかな。うわ、大勝士防御力むちゃくちゃ高いな。ここは普通の攻撃4ヶ月で大勝士を落とすしかない。すんげえ兵だな。決戦の指揮取るか取らないか。いやー、これ刑事一人じゃどうにもならないな。いや、刑事一人か。なんとかうまく罠にはめ込んで敵を潰すしかないかな。鉄砲水、鉄砲水、あとは奈落に叩き落として、刑事が短期がけで一色義道を討ち取る。行くぜ。せめて騎馬隊だったらなっていうねところですかね。下中、お、もう出番か。奈落の石田針などに隠れたつもりかい。こちらの罠に引っかからないが、吉道が先頭で出てきたのであれば、この吉道を一気に打ち取る。始めようか。投げ払え。敵の居所が知れましたな。今こそ雌雄を決する時。頼む。やりたい。さすがよ刑事。間違いないだ。刑事の武力。投げ払え。まあ、小競り合いの息をね、出ない。小規模な戦いですが、大軍もいいや。まあ確かに倍近い軍勢ではありましたからね。味方戦、敵1600。で、弓木城798か。弓木城の防御力 B。いやー、これはちょっと一旦、捨ておいた方がいいかな。弓木城攻略、8000か、兵糧ですね。どうするかちょっと悩ましいね。大勝寺はこのまま囲み続ける必要があるので、そうですね。弓木城は一旦放置しますか。
家康もね、しっかりと地盤を固めて兵糧と兵を溜め込んでる気配があるからね、いつ攻めてきてもおかしくないことを考えて一旦兵を引きましょう。で、武部山の防御力をさらに上げておく可能かな。これがいっぱいか、いっぱいだね。これ以上はどうにもならない。であれば武部山にどうこうすることができないということだな。まあ、刑事を置いてあるので刑事でこらえてもらいましょう。で、大聖寺は落ちるのは時間の問題だな。大聖寺を落としたら今5月なので9月の兵糧が入ってくるタイミングを待って一気に小山御坊を攻め落としましょう。で、その前に周り諸大名とは吉見を通じておく。はっ。三好とも外交を展開しておきましょう。はっ。で、残った金で進出だ。はっ。さらに牧場とカズミラを立てて軍備の増強で進めておきたいと思います。まだ死にたい。大将以上なんとか勝家が落としてくれないと。報告いたします。先月の終始でございます。どんどんきつくなってきますからね。今回は農業に先に金を使っていきます。うわ、金が足りないな。で、我が領内に御所から義輝自ら7000の兵、兵糧を考えると結構厳しいな。持瀬山の防御力、防御力 B、 ギリギリまで引っ張って沢山、清水、小谷から兵を出して一気に場外決戦で義輝を押し戻しましょう。なので一旦粘ります。いや、待て、先に先陣した方がいい気がするな。いや、迷いが生じてるな。兵6400で敵を迎え撃ちましょう。兵糧がどうなるかだ。我が覚悟、お見せしよう。猛攻号令を発動か、はい、北畠と六角はもちろん六角につきましょう。手を貸してやろう。では我々も対面を打ちますか。打てる対面だし。大聖寺はどうなっている。落とせるがもうちょっと時間かかりそうだな。兵糧が持ってくれればいいけど。報告いたします。兵糧が持たないな。どうする。上場を行う。これにて表情を終え。まずは少ない金でいいので兵糧を買うしかない。取引を行いましょう。仰せの通り。大聖寺が硬いな。仏罰敵面。仏の怒りを恐れなさい。またここでか。やってくれるな。ここは場外決戦で勝利する。負けるか。口惜しきこと。持瀬山が敵に呼ばれた。これで武部山が孤立したな。ただ取り返せる。
我が覚悟お見せしよう。国衆将兵持ってたか。武部山も一旦放棄するしかないな。将軍の力がこれほど強いとは。志仲間報告いたします。兵糧まだあと1ヶ月。さて義輝とは一旦和睦しよう。かしこまった。一式とも和睦。かしこまった。まずは本願寺を潰してからだ。全ては取引を行いましょう。ありがとうございました。ん、大正寺に敵の増援、これは見てなかった。マジですかい。ここで負けるわけにはいかない。自分で指揮を取りましょう。迂闊だったな。敵5000か。5000か。厳しい戦いになるな。行くぞ。まあ、一旦全部軍を下げて。さあ行こうぜ。罠にはめて、覚悟せよ。なんとかっていうね、始めるぜ。チャンスを待ちましょう。敵は我々の倍の兵力を持っている。敵の居所、さ、敵はここにいるのは杉浦ではない。となれば杉浦以外の人間を倒しても無駄なので、杉浦がどこにいるかというのを見極めて行きましょう。始めるぜ。始めるぞ。いたな。1690。これだけであればなんとかなる。ご命令を。命令してくれ。ご命令を。覚悟せよ。切り込め。やりたい。前へ。切り込め。敵の居所知れたみたいだな。ゲチ、始めるぞ。さーて見つぶしてやるぜ。やりたい前へ。やりたい前へ。さあ、なんとか杉浦隊を撃破していくぞ。それ以外にチャンスはない。力負けするとはな。やりたい前へ。我が刃、望むは貴様か。やりたい。厳しい戦いだな。勝てない。やりたい。倍の兵力相手でこの数だと厳しいよね。やりたい前へ。一度引くぞ。大勝利が取れなかったか。叩き潰せ。我らが破れるとは。やりたい。敵の救援がね、来てるのを見逃してしまってましたね。お味方が捕らえられました。さて困った。武田山はギリギリ持つだろう。講話がなればとなれば本願寺攻めだな。次の9月で兵糧が入ってきたら本願寺攻めを行いましょう。なかなかね、この包囲網を突き崩すのが厳しいですけど、これが長久ですからね。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、本願寺を潰して、一時的に将軍家と講和を結び、その後、一気に倒幕運動という流れを作っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録と
Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。